自動車の、まあ、楽しみの一つというのはやっぱりそのカスタマイズをしたりチューニングをしたりすることでほんのわずかな違いでもやっぱり車って変わるんですね。でこういうセットアップにしたらあるいはこういうチューニングパーツをつけたら自動車がこう変わったコーナリングがこう変わったそういうことをこうトライアンドエラーを重ねながら、まあ、自分好みの車にしていくっていうプロセスはやっぱりそれ自体すごく楽しいですね。今回グランツーリスモ7では、まあ、多分パーツの数でいうとねこれまでのグランツーリスモの中で一番数が多いんじゃないかなと思います。まあ、それだけこう自動車をこうチューンアップするあるいはカスタマイズする、まあ、幅が広がってると思いますね。